皆さんにお伝えしなければいけないことが、ごめんなさい。何ですか？お伝えしなきゃいけないことがあるんですけど、はい、皆さんも聞きたいでしょうけど、はい、昨日からなんかかなりうちの事務所に、はい、タレントさんがさんまの事務所に入るんじゃないかという、うん、ことで、はい、噂されてますけども、はい、誰一人来ておりませんので、声はかけられたんですか？声はかけましたけども、今のところ入れてくれというのは誰一人いませんので、はい、大変、はい、家の前にも、ここの、はい、局に入る時も、はい、報道陣がザーッと、はい、来てくれて、はい、そういうことを聞きたいんだと、はい、思っておりましたけども、はい、私も全員引き受けますと、はい、うちの事務所でやってきますって答えを出したかったんですけど、はい、誰一人うちの事務所に入りたいという。でも各テレビ局では朝から、うん、明石家さんまさんの事務所にはラサール石井と村上庄司が、うん、あれも入ってたっていうので本当に自分でもびっくりしまして、私が一番びっくりしてもうテレビ報道ネタがないのか、デマまで流してしまうから。あれデマやったんですか？お前なんか入ってないのかお前。いやすぐカンペさんから電話あって。そうやろ、うん、お前言えよ、うん、お前、俺に黙って入ってたんか。兄さん、僕は入ってないんですよ。何言うとんねん、お前隠してるやろ。もう、他事務所の石井ちゃんとお前が入ってるの、うちの嫁はんと今聞いててびっくりしてて。実はうちの嫁も、遊びやったらあんた入れてもないと。本当はどっちなんや。いや、兄さん、本当にいろんなところでなんか出てますけど、本当に僕、入ってないんですよ。さんまさんの、コントの、そうそう。やってるだけ。あれ、多分、もうすぐ放送局の、調査ミスだと思うんですけど、うちの、コントでコントっていうのをいつもやってるんですよ。毎年やってるんですけど、この2年は、ちょっとやってないんですけど、もうずっと長くステージをやってて、その事務所が仕切りなんですね。うん、あれは吉本興業と関係ないんですよ。はい、そのコントは、はい、うちの事務所が、仕切って、はい、やってるので、うん、そこに出演してるオフィス事務所の仕切りのコントの舞台を出てるから、ラサールと庄司が。はい。それで、所属になってると思う。ただ、ギャラはいただいてるもんね。はい、うちの事務所から。うちの事務所から、はい、庄司にギャラは払ってますけど、はい、所属じゃないですし、はいはい、昨日も庄司から、ね、はい、僕、カンペ兄さんが、入りたいって言ってた言うて、うん、僕もどうしたらいいですかけど、二人はお断りしますと。二人、だけは。さんまさん側から。俺から二人だけは、この後、どうなっていくか知りませんけども、この、本当に、俺のところに、事務所入れてくださいっていう人も、はい、いるかもわかりませんけども、はい、今のところゼロなんで、はい、どういうことになるかわからないんですけども。それはとっさんは安心してますね。もう、とっさんね、何か世間の噂なんでしょうね。はい。いろいろ電話かかってくるんですよね。はい。なんか、うろきて、はい。うろきてなんかなんかハンコありますかとか何のハンコ今分からないな。何にするんだろう。解雇証も取っちゃいますから気付けてくださいよ。大丈夫ですか？だから大丈夫じゃないって。大丈夫じゃないのよ。いや、今日でもね、パッとすぐ、速報って出るんならよくあるじゃないですか。ああ、それが超がついた。超速報。明石家さんま。勝手にね、はい、出て、お手何買ったのかな思ったら、うん、俺分かれへんで、それでずっと終わってましたけど、その文字は今、はい、はい、あ、今撮ったやつだ、要するに、入ってくるときに。と思いますよ、そこになんか薬局みたいなのが見えましたから。そうそう、この MBS の前やわ。そこで今、車で運転して、すいませんとか言うから、うん、人に迷惑かかるし、はい、何お前らって言うて、はい、分かれへんで俺って言うたやつやろ。はい、うん、超速報出ましたよ。持ってたん、はい、超速報、明石家さんま。もう出た。明石家さんま。何や、お前、長すぎて、もうちょっと面白いこと言うてた。そうですよね。だから言うやろな、思ってて。ああ。超速報。そんな時間もないじゃん。車入らなあかんし。はいはい。後ろもあるし。はい、で、突然、この敷地に入ったらあかんのか、報道陣は。うん、ああ。そういうことなのか。
そんな忙しいとこで。ロケバスがなんか3台ぐらいあるから、ここでなんか撮ってあんのかな、思ったら。あ、それは。さんまさん待ってたんです。いや、あの、何人かは、待っててくれたみたいで。ロケバスみたいなのもう3台か置いてますから。ああ、そう。でかいのが。そうらしいねんけどもやね。俺はその、あんま家にいたから、はい、ほんでもう近所迷惑になるんで、すまんけど帰ってくれと何も今答えることないし、はいはい、っていうことで、来たらまた放送局の前で待ってたって、もう、誰が言い出したんやろなと思う。あの、まあ、宮底は岡本にね、はい、宮底預かってもええでっていうのは、これは言ってあるんですけど、うん、まだ宮底とも正式な話もしてないし、だから、あれでも、あの、会見する前日にやんたん、ね、あの、撮って、さんまさんがあの、宮迫っていうか、撮るとか、そんな話をさっきしてたじゃないですか。だからあれみんな逆にびっくりしてました。みんな知ってるやんたん聞いてる人が、あれ前日撮ってる、あの、前日や、もちろん。それを、あの後に、あの、ああいうふうな報道が流れたから、さんまさんがなんか、前置きにああいう話してたからびっくりしましたとか。あれは、まあ、ギャグっぽく。いや、逆っぽくやけど、吉本に対しての、はあ、要するに、宮迫、もしね、はい、行くとこがなけりゃ、うち引き取ってもええかって、吉本に喋っただけですから、はい、それ、対吉本ですよ、はい、その時に私が、まあ、あの、お前どうすんねんって、わしが、ね、もし事務所、吉本辞めていた時に、もうこれだけ世話になってるんですから、吉本残りますって見たら、すぐ言うよ、はい、あれ、そうだそうだ、意外と冷たいですね、言われて。あそこでああ言わんと怒られんねんって。お前らもう分かるやろそろそろ、いて、いや、あのミーシャさんとミーシャの会社の社長は、はい、すっごい面白かった言ったで、あれあれ、あの、ああいうのは パターンであるんですか。そやな。ああいうのはもう、まあ、芸人同士の何の、計算もなく、あれはパターンやから、はい、あれがパターンって、パターンっていうのか。ああいうのはおいくつぐらい、いくつぐらいあるじゃん、あるか、言うて。そういうもんや、言うて。でもまあまあ、まともに聞いてらっしゃる、はい、方も言っても、こっちもね、いろいろあれやから、ただ岡本の会社の社長のね、はい、記者会見の時にもう、ちらっと見て、あ、これあかんわ、思って。で、もう、今から記者会見しますと会社からいただいて、うん、ほんで、ちょっと見たけど、お前、テンポないわ、言うて、くだらんね、どうせうやむやで、落ちのないやつはテンポでって、お前、いつも俺言うてるやろ、言うて。トークにダメ出しをされたんですね。そやな、内容なんかもう言っちゃいけないこともあるやろ、お互いね。はいはい、言えない、こともあるやろからやな。うん、そういったら、お前らもこれから気ぃつけ。あのな、ね、言えないこととか、ぐだぐだにするときは、ぐだぐだでもいいから、テンポだけ出したらいいね。テンポ。それが難しいんですよね。そうなんですよね。テンポって、何を言ってテンポ出したらいいのか。だからリズムがあるということや、要するに。リズムだから、なんかあれやろ、その話に別につながりがなかったもいいんですか。いや、つながり持って、だから、カメラ回してへんなって、はい、おっしゃいましたかとか言って、はい、あ、それ、あ、そんな意味ちゃいます。あ、落ちる思いまして、受ける思ったら、ね。なるほどね。いや、受ける、受けると思う。それは一つの、あの、ギャグとして、とかよりも、ギャグでね。いきなりパンとか。なるほど、勉強になるな。キレが違うな。キャラも大事で、回答メモすることキャラもあるやろし、あれやんけども、要するにああいう長々ダラダラ、した会見はテンポやな。ダメですよね。うん、一回まあカラオケ行くときまた社長呼んでちょっと練習させてあげた方がいいかもしれない。そこが一番鍛えられそうですね。カラオケが。さんまさんのね。だから、いや違います、あの会社のね社長やんけど、周りから。テンポはいらん言われたんですよ、からな。いるわ、ほいて。喋りの商売の会社の社長やねんからやな。世間も喋るうまい思ってるはずや、お前。ちょっとそれはありますね。吉本の社長やからトークうまいやろなって。いや、テンポいらんと思って。ほいで、さんまさんすいません。真面目な記者会見なんですよ。わかってるわ、ほい。
っていうことでね、いろいろあって、ほんでまた、さんまの事務所ぐらいで終わっといてくれたら俺も、よかったんですけど、しずすけから連絡来て、会社の心配、してなのか、8年ぶりですよ。だから正直はちょこちょこ飽きてるんでしょ。はい、ゴルフ行ったり。うん。そやから、じゃあ8年ぶりに連絡あって、会社が心配や言うからやね。ほいで、どうや、お前らがね、頑張ってくれて、どうのこうのって、元に戻りたいって。だから、元に戻らへん言ってんねん、こんなもん。だから、戻らへんままやっていかなあかんから、そっちの方向を考えた方がええんで、いや、違うね、今もな、会長と喋ってて、どうのこうのって言うから、お前、また金持ってるな、会社からって。お前、また、ほら、お前、こっ、あいつ、鼻炎やからな。鼻炎鼻炎知らない。そうなんですね。そんな話してたんですか。じゃあ、もう、ほら、お前な、お前、8年ぶりやぞと。はい。お前、真面目な話聞かれへんのかと。はい。じゃあ、お前こそなんやねん、お前、電話突然かけてきてやな。はい。お前、戻りたいのって言って、お前、ほんまな。ほんま、電話じゃなかったら芝居取れてる。お前な、真面目に聞けって、お前。こういう話は。はい、じゃあ、お前、じゃあ、もう、ええわ、真面目に聞くけども、はい、高校で、高校や、うん、だから、俺も今から、連絡してみると、会社の偉いさんに、はい、あ、やっぱり、うん、金の、あれ、ギャラの交渉お前な、ほんま、ほんまもう一生電話かけへんの。8年ぶりに会話したのがそれやったから。いらっしゃる。もうほんま、お前もうほんま、知らんぞお前。知らんぞ。って言うのでな、はあ、でまたお前さんまに連絡しましたってあいつがまあまあ、まあまあうん、でずーっとなんか家の前で記者に待たれてると、はい、でもうそいつをどかしたいから、はい、インタビューに答えただけやでんと、はい、もうとりあえず雨に打たれた女の子がね、どっかの週刊誌やったけどずーっと雨に打たれてそれでも待っとんねやって、はい、あお前、昔の悪い癖出て、その女、くどく思ってる。お前な。なんでお前な、言わすねん、お前。じゃ、ほんまに、ほんま、お前、ちゃんと話、お前もう64やぞ、って。もうほんまに、真面目に話しよう、って。はい、で、まあ、しんすけも一番、それなりに、こういう、しんすけみたいなことがあって、今、しんすけ、未だにやっぱりこうして、うんうん、テレビの世界に、まあ、本人が戻ってきたくないんですね。うん、本当に、そう言ってましたから、うん、それで、もうあまりにもかわいそうなんで、インタビューは答えたって。なるほど。それをまた、答えましたってことを、どっかの放送局なのかなんかに、答えしもって、はい、今、3枚電話したとこですというとこから大騒動に我が家は大騒動になってやなまあまあまあ仕方がない、うんあと聞きたいことだったら聞いて今もう記者会見として今のうちですか今のうちはお前ら記者として聞けほんでは始めるわもう何をそうですね、うん、先ほど飛ばした唾ちょっとここついてるのこれぐらい喋らんとそれで、あ、加藤のことみんな、聞いてたんで、今も。あ、そうなんですか。だから、加藤の行動は、俺はあいつの、すべては知らないけど、うん、あいつの、吉本にいた時の振り返ると、うん、あ、加藤は、ああいう行動をとって、僕は、正しいと、うん思います。もう、加藤の気持ちになれば、うん、うん、ああするのは、まあ、細かい話は、抜きにして、はい、加藤のやってることは、加藤としては、人としては、俺は、賛同、できます。はい。それと、まあ、それを前もって言うと、今もう、話がすり替わってややこしくなってきてるんだけど、はい、宮迫は、どうして記者会見したかっていうと、俺の勘やで、はい、俺の考えやけども、あいつは世間とか、どうでもいいんですよ。自分の子供たちに、このままではダメだって、っていうので、ちゃんとしたことを言いたく、たった一人の、子供、あれもそうわかるね。俺も世界、の人が全部敵に回っても、今のと日課だけは分かっといてほしいっていう
ことやと思うね。多分あいつは父親やったよね。岡本は父親持ってない、子供持ってないから、はい、あの辺のことが分からへんと思うけど、もう単なる、